はい、生態師の角谷です。今回もですね、動画をいただきまして本当にありがとうございます。今回なんですけども、こむら返りよくされる方がやっていただきたい、まあめちゃめちゃね簡単なストレッチご紹介させていただければと思いますので、まあよくね、夜寝てる時とかですかね、まあ日中とかよくこむら返りがあるっていう方に関してはこのストレッチやっていただくと、絶対というわけじゃないですけど、まあ、結構は良くなってね、塞ぎやすくなってくるかと思いますので、興味ある方はぜひ最後まで見てやってみてください。はい、早速ね、内容入っていくんですけども、やり方むちゃくちゃ簡単です。はい。まあ、よくね、ふくらはぎ伸ばすストレッチとかされる方とかって、まあ、こう、ね、第二足上げて、膝は伸ばしといてくださいね。で、つま先持ってもらってこうグッと引っ張っていただくと、今この辺りむちゃくちゃ伸びてるんですけど、これでもまあまあいいっちゃいいんですけど、プラスアルファでやっていただきたいのがすごい簡単なんですが、今左の足やってるんですけど、左の足先を左に向けてください。この状態で倒す。これやるとさっきよりも全然違うぐらい伸びます。はい、これをね30秒ほど伸ばしていただくだけです。反対側も全く一緒なので、足を上げてもらって膝を伸ばした状態でつま先を持ってこう引く。これでもいいんですけど、右やる場合は右斜め上に足を倒した状態で引っ張ると、さっきよりもよりふくらはぎのところストレッチかかってますので、この状態でねストレッチかけてあげると、よりふくらはぎ効果的に伸ばして血行が良くなって、つるのまあ絶対じゃないですけど防ぎやすくなるかなと思いますので、すごい簡単なんでね、これやってみてください。はい、で最後にですね、なぜつま先を、左やったら左向ける、右やったら右に向けるかってお話なんですけど、むちゃむちゃ単純なお話なんですが、これね、膝を伸ばしきった時、これ膝やと思ってもらいたいんですけど、膝を伸ばしきった時っていうのは本来まっすぐ伸びきるわけではなくて、右足だった場合は右に少し外側にねじれます、膝というのは。で、逆に曲げていく時というのはこのように内側に入る、外、内、外、内、この動きというのを膝は必ず知ってます。やってます。はい。スクリューフォームムーブメントって呼ばれるんですけど、ということは、さっき言ってた、膝をまっすぐ伸ばした状態でストレッチをかけたとしても、本来膝というものはさっき言った伸びきった時というのは外側にねじれるので、なので、こうやるよりも外にねじって伸ばしてあげる方が、膝がまっすぐなるからより伸びやすいっていう、めちゃめちゃ単純なお話なので、まあ、本当にね、足の方向を変えるだけになるんですけど、それだけでも結構伸び方変わってきたりとか、やっぱりストレッチの効果変わってきたりするかと思いますので、ちょっと細かいことではあるんですけど、すごい効果変わるかと思いますので、ぜひ足がつる方であったり、足が疲れる方、そういった方はね、ぜひ今回のストレッチ簡単なんでやってみてください。はい、ではですね、今回も動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございました。